さて、次はですね、少し時事的なというか、こういった普遍の道理のお話ではなくて、その天変するこの社会をこう見てみようということになります。で、今日取り上げるのがこの教本第2章で、皆さんにもその30ページ以降をプリントしました、周期説というものです。で、早速その教本の30ページの部分ですね、これから読んでスタートしたいと思います。第2章、仏教変革の400年周期&最新周期説解説。1、はじめに、本章では光の輪が重視する仏教思想に関して興味深い400年周期の変化があるという説をはじめとして、一部の社会学者、歴史学者が主張する人類社会の周期説に関して最新の情報に基づく解説をしたいと思う。ここでの周期説は、いわゆる歴史は形を変えつつも繰り返すという類のものである。広く言えば、周期説は毎日昼夜を繰り返す、毎年四季を繰り返すといった天体現象による科学的根拠が明確なものから、ここで扱う主に社会学、歴史学の周期説のように、そうした根拠は不明ないし不十分なものまである。しかしながら、過去の体験から未来を予想して備えるのは人間の常であるから、人類社会を理解し未来に備える手助けになる可能性があると考えて紹介する。2、日本史の400年周期説。歴史学者の堺信彦や中西照正氏は日本史の400年周期説を唱えている。まず以下に堺信彦教授の見解を引用する。今回は私が一応専門としている日本の歴史の話をすることにしたい。私はかねてから日本の歴史は大体400年という間隔で考えると比較的理解しやすいのではないかと思っている。現在は西暦で言って約2000年であるが、この2000年間を400年ずつに5つに分けてみることにするのである。それを現在から過去に遡る形でやってみよう。今から400年前といえば西暦1600年頃、1600年はズバリ関ヶ原の戦いの年である。つまりこの直後に徳川幕府が開始され、それは長い戦国時代を豊臣秀吉が統一し、その事業を家康が継承して成立したものであった。その後の400年間は江戸時代と明治維新以降が含まれている。歴史学でいうと近世、江戸時代と近代、明治から戦前まで、現代、戦後である。その400年前は西暦1200年前後だから、鎌倉幕府という武家政権が成立した時期である。この400年間は鎌倉時代、南北朝時代、室町時代、職法時代が含まれているが、歴史学では中世と呼ばれている。ただ職法時代は近世、普通近世に入る。この期間は朝廷や寺社などの勢力が衰え、武士による統一的な封建国家が生み出される過程である。さらに400年前は西暦800年頃になる。平安京への遷都が794年であるから、この400年間は全て平安時代ということになる。一口に平安時代と言ってるが、平安時代は異常に長い期間であることがわかる。この中間1000年前後が摂関政治の政治で、紫式部が生きていた頃である。さらにまた400年前は西暦400年前後であるが、近畿地方で巨大古墳が作られていた頃である。これらの古墳は皇室の祖先が作ったと考えられ、大和朝廷を成立させていた。この400年間のちょうど中間にいるのが聖徳太子であり、太子が摂政になったのが593年、法隆寺の創建が607年である。つまりこの400年間の後半の200年間、特にそのさらに後半の100年間、つまり8世紀に日本の律令国家は急速なスピードで形成されたのである。平城京、平安京に先行する日本における本格的な途上である藤原京への遷都が694年であって、平安遷都のちょうど100年前になる。この重要な100年間の中頃にあたるのが東大寺の大仏開眼で752年のことである。大規模古墳の建設より400年遡れば、西暦キリスト、すなわちキリスト紀元の初めに到達する。文字のなかった当時の日本では正確な年次は伝わらないが、シナの歴史によって紀元57年に和の名の国王が高官の皇武帝に使いを出して印字を受けたことがわかる。江戸時代に出土した金印がその現物だとされている。この最初の400年の中間あたりにいるのが例の卑弥呼である。卑弥呼は239年に魏に使いを出している。その居住地である邪馬台国の所在が九州か畿内か、長らく論争があったが、最近は畿内説が有力になっている。
以上の400年区分のうち、変化のなかったように見える平安時代は、実は日本の歴史の変化進歩を考える場合極めて重要な時代なのである。それは急速に成立した律令国家が次第に崩壊し変質して別種の国家になっていく過程である。その変化の目安は土地制度としての荘園の成立と軍事組織としての武士の出現である。この変化があったからこそ律令国家がずっと続いたし、支那朝鮮とは異なった日本独自の国家に進化したのである。まあ分かりやすいと言いながら分かりにくい酒井さんの説明ですが、要点をまとめると、西暦1600年頃に関ヶ原の戦い徳川幕府が開始があり、近代現代の流れが始まり、西暦1200年前後に鎌倉幕府という武家政権が初めて成立して中世が始まり、朝廷や寺社などの勢力が衰え、西暦800年頃に平安京に遷都されて平安時代が始まり、4西暦400年頃に大和政権が成立したというものである。そしてまた首都政治の中心地の変遷に注目すると、以下の通り400年の周期になっているように見える。西暦1600年後に徳川幕府の開闢とともに首都が江戸、今日の東京に移る。西暦1200年前後に鎌倉幕府開闢とともに首都が鎌倉に移る。西暦1800年頃に平安京遷都で首都が京都に移る。西暦400年頃に奈良を中心とする大和政権が成立した。まあ、こういったで首都の、ね、変化が あったということですね。次に中西照正教授の見解である。ここで注目すべきは、400年周期の中で100年の戦乱の後に一気に癒しの100年に移行するという点だ。もう一つこういう切り方もあると思います。国際関係や社会における戦争や暴力の経度、人間の移動、社会的モビリティの文化の体質といった視点から見ていくと、400年ぐらいの周期を切り口として考えることもできるのではないでしょうか。戦国期は16世紀ですから、明治の近代化や日清日露戦争までまさに400年になるわけです。そして20世紀は前半が大概戦争の連続で、後半は高度成長です。いずれも人間のエネルギーをほとばしらせ、また世の中がハイテンションに推移した世紀でした。こんな100年を日本史は時々経験するんです。戦国時代から400年遡ると12世紀で、これは古代社会の崩壊とか源平合戦の時代になります。さらに400年遡ると8世紀で、大宝律令をはじめ律令が取り入れられます。非常に論理的な形で社会の再構築が始まる時代です。さらにその30年ほど前には、朝鮮半島から白竹の戦いに敗れた日本軍が引き上げてきます。大陸から唐が攻めてくるかもしれないという危機感も高まります。戦乱の時代である古代の氏族社会が解体するという内外ともに強い改革のインパクトが働いた時期というわけです。さらに400年遡ると、ちょうど弥生末期から古墳期に移る頃です。国と国とが争う倭国大乱の時代から、大和国家が確立していく時代であり、朝鮮半島に初めて出ていくのもこの頃です。3世紀末から5世紀にかけて、応仁朝、仁徳朝などが繰り返し朝鮮へ進出していきます。このように日本の文明史的サイクルの一つとして、400年周期で歴史は繰り返していると考えられるのではないかというのが私の400年周期説です。そして各400年の内訳を見ていくと面白いことが分かります。400年のうち最初の約100年は先に見た戦国時代や、この20世紀のような激動の世紀になります。しかしその時代が終わると、次の100年は一気に癒しや落ち着きを求める働きが歴史をリードするようになる。誰しも期待するものであろうが、2つの世界大戦と核兵器による冷戦の戦乱の世であった20世紀の後に、21世紀が世界大戦、核戦争を乗り越える国際協調の時代となるかが注目される。まあこんな感じで、400年ごとに首都が変わって、で社会体制が変わり、そしてその変わる直前の100年が激動戦乱の世で、その後が新しい平和の世になるという視点から言うと、20世紀の戦乱の世、それから16世紀の戦国の世を考えると、16世紀の後の17世紀は江戸時代、260年内戦のない世界で稀に見える大安の世の中でした。じゃあ21世紀は20世紀の戦乱、これを土台に国際協調、世界連邦の時代になるかっていうような予想が立つのが、まあ、この400年周期説というものです。で、実は400年周期説には悪い400年周期説もあってですね、この33ページの3、水害地震に関する科学的な400年周期説は、逆にこの21世紀は水害や地震が多いと、
連動して400年前の17世紀太平の江戸時代に地震や水害が多いということを言っています。一方、水害や地震の自然災害に関してはあまり望ましくない400年周期説が以下の通り科学者によって報告されている。望ましくないというのは今の時代を生きる我々にとってはということですね。総合地球環境学研究所の中塚武氏の論文によると、数千年育った古木の調査から気候変動には400年の周期性が存在することが確認されている。年輪の中に含まれる酸素同位体から降水量の増大した時期を割り出させるそうだ。このデータに注目した元前橋工科大教授の浜島義吉氏が言う、1600年頃から1700年現代に初めにかけたびたび著しい洪水が発生しています。気になるのは地盤を刺激する豪雨と巨大地震の連動性があらゆる機関の研究結果から指摘されていることです。1611年には北海道沖で M マグニチュード9クラスの大地震、慶長三陸地震が発生している。この地震は400年サイクルと言われて、中塚先生の400年に一度の水害予測と時期が重なっている。約400年前は大地震が相次いだ時代で、近い将来大水害と同時に起こりうることが考えられるのです。確かに2000年に入ってから世界で前代未聞の自然災害が続いている。2005年にはアメリカで風速80メートルのカトリーナが発生、13年にはフィリピンで6000人以上の死者を出したスーパー台風が起きた。日本でも台風や竜巻被害が深刻になっている。変動期が来ていることは否定できない。地震では中央構造線とその延長線上では1586年に天正地震、1596年に慶長伏見地震が発生している。その後1605年には南海トラフ地震の一つである慶長地震、1611年に会津地震など巨大地震が相次ぎました。地震が連鎖すれば被害ははるかに大きくなりますし、ここ数十年はあらゆるリスクが重なった時期にあるのです。という中で、2011年には東日本震災というその水と地震の災害、これが起きて、あります。そして近年噂される、その噂っていうか問題視される気候変動、温暖化ですね。この帰結はやっぱりその巨大台風とか水の災害なんですよね。水位が上がってくる。でそれがもし地震と連動してしまうとっていうことなんですが、こういう400年周期説、首都の変遷、それからこういった水害の変遷、それから戦争と平和の変遷が400年周期だということです。でここでですね、もう一回ここにまとめてみました。400年周期、首都移転の周期が400年、戦乱から平和になる、これが400年、それから水害地震、これも400年周期、加えて仏教変革、これが400年周期だということです。まず400年の時期、奈良を首都する大和政権が確立しました。でこの頃日本に仏教が私的には入ったと言われています。日本に正式に百済の王様から日本の天皇に仏教が公に伝わったのは仏教公伝、公伝っていうんですか、500年代ですが、私的にはこの段階で伝わっていると思います。でちょうど400年後ですね、奈良から平安京遷都で京都に首都が移って、ここで空海最澄の密教という新しい仏教が導入されます。そのちょうど間に、その600年の段階で仏教が国教になって、聖徳太子ですね、これがその立役者ですが、これは寛政仏教でお役人がお坊さんでしたが、この空海最澄は日本で初めて私的な宗教教団の教祖でありまして、大きな仏教改革、宗教改革が行われました。そしてその400年後の1200年は鎌倉時代です。鎌倉に首都が移りました。鎌倉新仏教って聞いたことありますか？鎌倉時代に花開いた日本オリジナル仏教です。インドや中国から空海や最澄みたいに遣唐使で学んで持ってきた輸入仏教じゃなく、日本の宗教家が主に比叡山の OB ですが、親鸞、法然、日蓮という人たちがオリジナル仏教をオリジナルな解釈で広めました。南無法蓮華経を唱えてればいい、南無阿弥陀仏を唱えてればいい、比叡山やその高野山の空海や最澄や聖徳太子の難しい教え、これを実践する人はなくて民衆が救済される時代なんだという新しい仏教ですね。
そういうのが展開されました。そして1600年は江戸に移りました。で、大きな変化は檀家制度です。日本の仏教はですね、信者獲得のために修行努力する必要はなくなって、檀家制度というもので、その国民はどっかの宗、あの仏教宗派に入りなさいという、そういうルールができたんです。だから皆さんの実家が真言宗だとか浄土真宗だとか、そういうのは江戸時代に義務付けられたわけです。家ごと入れってことだから、宗教二世の問題なんか全く関係がない。もう家ごと入るのが宗教と。それは江戸幕府にとってはキリシタン、キリスト教ですね、この侵入ですね、それを防ぐために、日本の国民はみんな仏教徒になりなさい、どっかに属しなさいってことです。で、この前後は江戸時代の前が戦国時代だから、戦国時代と仏教という関係、これがありました。どう戦国時代に仏教が、まあこう戦国と仏教の関係ですね、仏教というのは殺し合い普通禁じてるわけですけど、毘沙門天の化身の上杉謙信、禅宗を報じる武田信玄、そして浄土宗の教え、この世界を浄土にしようということで立ち上がっていった徳川家康というように、戦国時代と仏教の関係がありました。そして戦国時代が終わりつつある関ヶ原の辺り、それから大阪夏の陣冬の陣で豊臣平家が崩壊して平和の世の中になる中では、戦国でのスキルだった剣術というものが仏教と結びついて、その人を殺す技術である剣術じゃなく、その人を生かす成長させる道としての剣道というものが始まってきます。まあ有名な この剣においてその思想として中核になるのは剣豪宮本武蔵や柳生宗則という戦国時代の終わりというか、もう終わってしまったぐらいの時に剣術を学んだ人たちが勝人剣なると言います。で、剣術と仏教を合わせて剣禅一の、剣術と禅定が一つだという剣禅一のですね、勝ちたい勝ちたい負けたくないという我欲を鎮めた無心の状態こそ無敵なんだというゾーン状態の教え、これを日本文化の中で、まあ、なんていうのかな、培っていくわけです。だから、まあ、日本の中では道、道の文化ってありますね、華道とか茶道とか修験道とか仏道とか剣道とか、その現実の動きの中に禅定を取り込んでいく、まあ道、歩む道としての思想があります。ちょっと欧米の宗教とはちょっと違うんですね。信じるものは救われるんじゃなくて、自分がその道を歩んで、その愚道心ですね、愚道心、信仰心と愚道心ってちょっと違いますね。日本っていうのは信仰心もあるんですが、文化として愚道心、道の文化っていうのが日本としては非常に重要で、それは自分の成長ですね、何らかの悟り、これを華道で、茶道で、剣道で、仏道で、得るわけです。仏道、仏教だけじゃなくて剣の道でも悟りっていうような考え方ですね。で、剣と剣術と禅定が一体になって、剣と禅は一つだと、剣禅一のみたいな思想が出てきた。戦いの中での仏教と、戦いが終わりつつある中で戦うような現世的世俗的なものと、仏教というものの禅定の世界をつなげてみるような解釈も起こりました。さて、400年経ちました。西暦2000年です。どうなるか、首都はどうなるのかと、いや東京でしょっていうことです。しかし、先ほど中西教授という方を紹介しました。今中西教授は国土交通省のホームページに登場してます。なぜ国土交通省は首都機能移転をしたいわけです。分としたいわけです。で、中西教授の本、この400年周期説を使って、教授もおっしゃってる、400年ごとの首都変更は運命であると言ってやってるんだけど、あんまり受けてないみたいですけど、ちゃんとホームページに書いてあるわけですね。ですから今これ話してるのはスピリチュアル、宗教の話はありません。これ社会学者の歴史分析の結果です。どこに首都が行くのか、私の今の分析では、さまざまな検討では関東一極じゃなく関西にシフトしていくわけですね。これは当然であります。
こういった水害や地震が増えると一極体制は危険なんです。コロナにとっても関東一極は首都東京一極体制は良くないし、地震も東京一極体制は良くないわけです。アメリカはニューヨークの東海岸と、それロサンゼルスサンフランシスコの西海岸とワシントンって、この3つが分散されているのは、それは戦争に強い、まあいろんなものに強いというわけで、自然にそうなったのかもしれないけど、まあそんなことでですね、関西と関東、まあ要するに関西の時代が来るんじゃないかということを、ここ大阪セミナーでは私はお伝えしようとしてます。でその不思議な偶然の一致が、この関西大阪を基盤に最近の選挙で唯一躍進している、そして最も目立っている、次は野党第一党を伺う大阪維新の会、この動きなんですね。大阪都構想ですね。これまさに関東と関西二極体制の日本ということです。400年周期説をそのまま考えると、何か変更あるんじゃないかと思って、現実一番見ると、そうですね、首都機能をその関西にも分化、分けようということですね。で統一教会の問題が去年起こりました。で矢面に立ったのは文化庁でした。そして文化庁がついこの間京都に移転したのご存知ですか。京都は日本の文化の宗教文化の中心とですね。でそこに外国人観光客も日本の宗教文化、これを求めてどんどん押し寄せてくるわけであります。インバウンドとあの話をしました。インバウンドはどこに行くかと、東京だけかと、浅草寺だけかと、東京タワーかと、いや違うんです、やっぱり京都奈良に行くわけですね。これ一体何なのかと、当然だと、昔と似てきてるからと。昔っていうのは奈良や京都の時代は中国が中心だったですね、日本の外国で。最近江戸時代、そしてこの100年間ぐらいはですね、やっぱりアメリカと中心に付き合うということだったが、最近中国そして韓国もお金持ちになってきたと。アジアが、中国大陸がユーラシア大陸が中心になってきたと。でそして日本に来ると。で日本に来た時に宗教文化観光文化となると、古都はどこだと、西だと大阪だということであります。つまり関西の方が経済や政治の中心だった昔の時代と似たような環境にもなってるんじゃないかっていうこともあるんです。で静岡を中心に東日本と西日本に分けるとですね、どうなるかっていうと、半分半分です。人口はなんと関東のある東日本の方が多いわけじゃないんですね。名古屋京都奈良なんとかあったあったり、西日本も結構多いわけなんですね。こういう状況があります。で、このような状況の中で、まあ、もう一回大阪維新の会に関して話すと、なんであそこが伸びるのか、だんだんみんな分かってきたわけであります。なんであそこが勝ってるのか、逆に言うと他が負けてるわけです。自民党やその他の政党の支持母体は年々弱ってるわけです。自民党は日本遺族会、これは戦後の話ですね。そして医師会ですね。それからあと農業協同組合ですね。ここら辺全部組織的に弱くなって高齢化してます。公明党、これは創価学会、これはもうとにかく池田さんもああいう状況で、その高齢になってるんですね、熱心な信者が。で昨今の宗教叩きによって今弱体化しているわけであります。立民党、そういうのはあれですね、あの労働組合ですか、組織力が、組織が減って、労働組合員が減って弱くなってるわけです。で、共産党、共産党員が高齢化して減ってるわけです。つまり維新の会以外は全て支持母体がその全国に広がってるんだけど、一つ一つ弱まってるのはお分かりになると思うんですね。でここでは創価学会、関西最強と言われている創価学会の公明党と、それから維新の会という新興政党が微妙な対立状態になっています。維新の会の支持母体は団体じゃないんです、関西地域なんですよね。でこの関西地域というのは弱まってないわけです。弱まりようがないんです。だからある特定の地域というか、まあ関東東京一極じゃ面白くないなと思う地域の人たちを支持母体にした全く新しい政党が、古い政党の全国に広がってるが、その支持母体がいちいち時代遅れになって求心力を失ってる政党よりも優位になっていくんだということは明らかじゃないかと思います。
関西の方がインバウンドも含めて中国との関係を含めて近いし、お金が回るだろうし、関西に生まれた政党の方が東京とかを本部にする政党よりも強いその支持母体を持っているというのがですね、分かってくるんじゃないかと思います。皆さんは日本の400年周期の大きな政治経済宗教の変革、この時代にまあ付き合おうとしています。じゃあ宗教はどう変わるのか、関西教みたいなのが生まれるんですか、これは分かりません、ここで首都が変わってもですね、その鎌倉には鎌倉的な仏教が、奈良には奈良的な仏教が生まれたって言えば生まれたかもしれないけど、そのどこの場所が政治経済の中心になるかということと、その時代に生まれる新しい思想や宗教の内容とは直接的な関係はおそらくないんだろうと思います。しかしどっか関係もあるかもしれない。私が想像するには、これからの宗教というのは科学合理性が必要だと。今の統一教会とかカルト宗教のまやかしとか盲信とかそういうのダメと。あと長寿高齢化社会に対応しなきゃならないと。それから3つ目、資本主義競争社会にこれ対応しないとダメだと。それから国際協調が必要で、平和それから健康、これを求める、そういったニーズに対応しなきゃいけないと思っています。でこれパラッパラッパラッパッと上げたその何というかな、特性というのは実は非常に重要な意味があって、今までの宗教は多かれ少なかれ今カルト宗教で問題になっているように神話とか盲信があるんですね。ただ私が、今日紹介した釈迦の初期仏教は極めて心理学的で、その専門家の研究者によると釈迦は偉大な心理学者だったと。自分への崇敬の念で自分の教えを鵜呑みにするなと自ら言ってる変わり者の教祖だったわけです。彼は今の皆さんの感覚での宗教を説いたつもりはないと思います。宗教ってもともと何かご存知ですか。宗教っていうのは明治になってレリジョンという英語の言葉を無理やり日本語にしたわけです。日本にはその前に宗という言葉しかなかった。宗というのは道理とかっていう意味なんですね。それに何ていうか、それを使ってそれに教えを加えて宗教という言葉は英語のレリジョンという言葉との役に当てたんです。でレリジョンっていうのはもともと絶対神との最融合っていう意味です。だから絶対神最融合教というふうに訳せばよかったけど、まあ、とにかく宗教と訳してみんな十把人からげにしたので、心理学的な人生哲学的な側面を持つ初期仏教も、それから絶対神がいるハルマゲドンが起こるかもしれないという神話か盲信を多分に含める絶対神最融合教の欧米のレリジョンも、みんな宗教という中で全部こう一つになってしまったわけです。でその宗教の中のカルト的な部分ですね、盲信迷信狭信の方が目立ってきていて、で反発を受けているのが今この時代で、だからそれを超えるためには科学合理性が重要だろうと。で仏教を含めて宗教の中には、そう理性で納得のいく科学的批判に耐えられるは愚か、科学的な裏付けさえ得られるような知恵というのは心の科学あるんですね。そこのところを現代的にもう一回抜き出していけるかということです。次は長寿高齢化であります。長寿高齢化にフィットするのは先ほど言った初期仏教です。今現在の生き方、今よりもっと他人よりもっとになると、それは高齢期がより辛くなるわけです。つまりその先ほど言ったように、時が経つにつれて求めても得られない、得たものを失う、奪い合いに負けるという苦しみの再度が大きくなるのが、そう勝手に優劣を比較する、今よりもっと他人よりもっとと求めて幸福を得られずば不幸になる、この心の習慣は高齢期が不利なんですね。でそのために今高齢化社会の中では、老人の感情の暴走とか、それからうつ病とか認知病とか認知症とか、精神的な苦しみから来る精神的な病気っていうのが多くなってるわけです。なんで多くなってるのか、長寿社会だからです。どういうことですか。昔はそういうふうになる前に死んでたから問題なかった。医療技術が発達したから死ねないけども、しかし精神的には健康じゃなく、最後の10年か15年は物理的か精神的か分かんないけど介護を受けなきゃいけない、要介護状態です。
寿命87歳、女性はって言ってますけど、まあ若い頃に死ななかった皆さんの方は大体皆さんのようにその若い頃に死ななかった人だけを取り上げて、今50歳ぐらいの方が何年生きるかというと95歳まで生きます。 50% は100歳まで生きます。 25% の上位 25% は105歳まで生きるという驚くべき統計があります。でもそれはですね、それは幸福に健やかに生きられるという保証ないわけであります。だって今よりもっと他人よりもっとと求めて幸福を得られなか不幸だったら若い人はいいよねというふうに言うだけじゃとどまらず、自分がそう成人大人としての機能も失って子供返りしてしまうような状態、認知症でうつ病でそして感情が暴走して怒り出したら止まらない、そういう問題になる。でも仏教はですね、そう高齢期にそういうふうになる原因が煩悩だってですね、今よりもっと他人よりもっとって求めて幸福ならば、一日一日前の自分より惨めになる自分、一日一日周りが自分より若くなって負ける自分、これに耐えられるわけないじゃないか高齢期には、とこういう考え方では高齢期に苦しみが増すばっかりだと説いて、それを乗り越える道、精神的な思想的な心理的な思想を持っている仏教っていうのはアンチエイジングの思想だというふうに考えています。お釈迦様っていうのは当時超高齢の80歳まで死ぬ直前までですね、鮮明な教えを説きました。そして死んだ時はですね、死んだ時にこそ完全な悟り涅槃を得たというふうに言われました。でちょっと前に日本の、男性の最高寿命はその清水寺の住職さんだったんです。で科学的な統計でも斉藤はじめ教授って方がやってますけど、その仏道修行者がですね、他の職業の人よりも伝統的に長寿だっていうのはよく言われています。奈良時代から最新の医学が導入される前の明治までの1500年間ぐらいを統計すると寿命っていうか生誕日と死亡日が記録としてはっきりしている仏道修行者仏教僧2000人ぐらいと、それから公家大名を、ね、2000人ぐらい比較すると仏道修行者は70歳平均寿命で、公家大名は50歳、20歳の圧倒的な違い、これがつまり70歳と今のロシアの平均寿命ぐらいです。現代の医療技術がない時代に仏道修行という健康法で、その今の現代のそのまあそうですね、日本とかみたいな長寿国まではいかないけどその近い寿命を実現していたっていうのがあります。これはその仏教のライフスタイルやものの考え方が長寿社会に適合しているということなんですね。そういった意味で長寿高齢化における精神的問題に対応できるような宗教、これが重要じゃないかということで、それもまたよく考えれば仏教原点釈迦牟尼の生き様そのまま、初期仏教の心理的な実践、これはそれに適合していると思います。資本主義競争社会です。資本主義競争社会っていうのは、競争なわけです。この競争をどう捉えるか、でこの競争を戦場だと捉え、自己の勝利が唯一だと考えると残念ながらうつ病になっちゃうんですね。負け組の人が自分は勝てないと、とにかくその植えたりですね、植えとかその飢餓とかその渇きとか戦争とかそういうことがないですから、人の喜びっていうと自分と他人を比較したり前の自分と今の自分を比較してどっちがどうだっていう比較で勝って喜び負けて苦しみという、そういう形じゃないとドーパミンが出なくなっている習慣の中では、この資本主義競争社会ではですね、負け組の人の精神的な病気っていうか精神的に病んでしまうわけです。そういった資本主義競争社会をどう精神的に病まずに生きることができるか、それがさっき言ったこの世界の人生の目的は自己の勝利他の敗北ではなくて自他双方の成長ではないか、そう考えるとこの人生っていうのは自己の勝利を目的した戦場ではなくて自他双方の切磋琢磨の道場ではないか、そして競争の相手は敵邪魔ではなくて助力者先生
神仏ではないかという考え方、資本主義競争社会を浄土と見るような資本主義競争社会を前向きに捉えることができないかっていう、こういう考えですね。あとは国際協調、平和、健康の問題です。健康の問題はさっきの話とつながりますが、国際協調、平和っていうのは戦争をなくしていかなきゃいけない時代だっていうことです。なんでそれが仏教改革や宗教改革と関係するかというと、実は弥生時代から、縄文時代は戦争がありませんでした。弥生時代から戦争が起こりました。その時に戦争を心理的に可能にするために生み出されたものが宗教だというのが考古学者の見解です。戦争っていうのはその時生き残るために必要だったんです。弥生時代になってお米、水田稲作、これがまあ導入されて人口がバーッと伸びたけど、水田稲作に特化してますから、要するにその不作の時はみんな飢えるわけです。生き延びるためには収奪するしかない、戦争するしかないんです。じゃあその飢えの苦しみと生き残りたい生存欲求だけで組織的な戦争行動、組織的な殺人行動が取れたかというとダメだったと。それは後ろめたいと。でも宗教が現れた、聖戦だろと、お前たちこそ選ばれたと、生き残るために、いや彼らは神の民でなくお前たちが生き残る神の民としてこの地を滑るために選ばれたと。で、戦って死ねば神の国滅そう、逃げれば地獄に落とそう、これで戦争が可能になった。これが考古学の見解だ。で、それはこの時もありました。浄土宗、改め浄土真宗が一向宗となって織田信長と戦った時は、織田信長の軍勢から逃げずに進めば浄土に行くと、死んでも、そして退けば地獄に落ちる、そういう戦意をたぎらせるわけです。で、それに対して徳川家康や織田信長も自分たちの軍に対してですね、この汚れた世の中ではなく死んでも行ける浄土、これを求めよう、オンリー江戸権愚浄土ということで戦うわけです。宗教が、そして仏教が戦意を高めるために絶対的に必要だったわけです。でも今ですね、この2000年になって前世紀の戦争、世界大戦のために人間は戦争をやっても幸福になれないということがだんだん分かってきて、今平和が求められているわけです。といったら戦争を回避できる宗教、これが必要だと。で、それは多分縄文時代の宗教かもしれません。万物を尊ぶ宗教であります。その競争相手をみんなそう導き手と見て、そしてその生き残りのための戦争、これは完全に相手は悪魔になってますから、そういった認識をこうしない新しい宗教思想が必要だと。何かということで、平和その対極の戦争というのが実は宗教と一体不可分だというところから、この戦争が必要な時代の宗教が終わり、戦争を超えなきゃいけない時代の宗教が生み出されるんじゃないか、そういうふうなものが新しい思想として台頭してくるんだろうと思います。その場が日本で言えば関西地方かどうかっていうのは分かりませんが、しかしスピリチュアルの世界の中では、この400年周期説を土台にした1600年800年周期説によると、世界の文化の中心がアジア極東に来るという説があります。で、それを提唱している方は学者の方なんですが、その学者の方の理論をさらにこうなんか磨いたというか、スピリチュアルな感覚で研究した千賀さんという方は、ちょうどやっぱり統計135度のこの大阪や兵庫のところに世界の中心がやってくるんだという説を唱えているわけですね。まあそんな感じでですね、関西と関西の宗教改革っていうのが起こるかもしれない。それは関東がダメになっちゃうというより関西関東の二極分化体制ということです。実は400年周期というのがここにありますが、その親玉に1600年周期、ないし800年周期というのがあります。で、1600年周期説っていうのは、この教本の中では皆さんにお渡ししていない部分に出てくるんですけども、ちょっと読み上げさせていただく、39ページまでは皆さんに書いてますかね。6番目ですね、39ページの6番、
世界文明の800年1600年周期説。日本の文明研究家の村山美佐氏は、世界史年表を作成する過程で様々な地域の時代の歴史に共通する文明の盛衰の周期を発見したと主張し、これを文明法則史学、人類文明800年周期説などと呼んだ。それによると世界各地の文明史には1600年の盛衰周期が存在し、800年の低潮期と800年の高潮期に大別でき、両者は文明創造力や社会の活躍において大きな差を持ち、1600年を周期として準備、開花、成熟、崩壊の過程を繰り返し、あたかも1600年周期の四季を持つように振る舞っているという。さらにこの周期は東洋と西洋の二系統に大別される二極構造構造を持っており、両系統は互いに逆位相の関係にあり、一方が低潮の時に他方が高潮期となり、世界史は800年ごとに文明の交代期を迎える。西の文明は古代エジプト系統、ヨーロッパ系統であり、東の文明は西アジア系統、インド系統、中国系統、日本系統を含むという。そして過去の周期性がそのまま再現されると、21世紀は西の文明が崩壊し、代わって東の文明が夜明けを迎える文明交代期になるという。何言ってるか分かんないかもしれませんが、各地の文明は1600年の周期で高潮期とそれから低潮期が800年と800年であると。でそれだけじゃなくて、その西の文明が世界の中心になる時と東の文明が世界の中心になる時が交互に来ると。だから西がこういうサイクルであれば東がこういうサイクルになってるんだと。じゃあ具体的に過去1600年はどうなのかっていうと、まず直近の800年間ですね、この800年はヨーロッパ、アメリカの時代だと、西洋の時代。じゃあその前の800年は何かというと中国の時代だと。その前の800年は何だというとギリシャ、ローマの時代だと。その前の800年はブッダが生まれたインダス、インドの時代だというような感じの視界です。とするとですね、我々は徐々にアジアというか東が強かった、この西が強かった時代から東が強かった時代、400年から800年の時代に戻るということですから、さっき言ったような中国大陸のさまざまな国が強くなってくる中で、日本においても東から今度、日本においては今度はちょっと逆なんだけど、東から西、関西地域が強くなってくるだろうということができるというのが文明法則史学から基づいたものです。でその中でその千賀さんというガイア仮説という人が唱えて注目最近されている、これはスピリチュアルなことですが、彼はですね、こういった文明の交代が起こる中で、そう、どこに文明の中心があった、過去800年はロンドンだと。ロンドンでもう一つの中心がニューヨークだと。その前はどこだと、中国だと、とにかく各800年ごとの中心のなる文明の中心地の位置を調べて、でそれに一定の法則があってですね、で今回どこになるかというと中国ではないと、当然ヨーロッパやアメリカじゃないと、今回は日本の明石のあたりに来るんだという計算をしたみたいです。これはですね、あと検証してみるとだいぶ違いもあります。そういった交代期に文明の中心があって、その文明の中心の移動に法則があるとしても、歴史から見ると大体西日本なんですね。名古屋も含めて京都やなどを含めて福岡も含めるのは、このエリアが大体文明の中心になるかもしれないという振り子状態っていうのがあるってことが分かったということです。ということで、こんな中でですね、今後関西がどんな風になっていくのかということでありますが、今のところ日本のですね、政治もですね、大阪維新の会に加えて、与党自民党に関して言っても、総裁の岸田さんは愛媛、そして副総裁の麻生さんは福岡であります。そして体調気味の立民や共産党ですね、そういった政党、弱くなっている政党は党首がやっぱり東日本なわけです。で唯一ちょっと違うなと思うのは神奈川ですね。
神奈川は菅さんと小泉純一郎と、それから河野太郎がいる、あ、自民党反主流派がいる。この神奈川以外はやっぱり目立ってる政治家は大阪維新の会、橋本さん、吉村さん、それから馬場さん、それからちょっとその細かい政党ではその日本、いや、あれは何か、令和新選組 の、 その山本太郎さん、それからこのちょっと前に天下取ろうかっていう勢いだったけどダメになっちゃった小池さゆりさん、ここらみんな大阪が兵庫です。で、私が唯一対談したことがある人たちはですね、立民の有田さんと、それからあのなんていうか NHK 党の立花隆さん、あと鬱になって辞めちゃったのがあの水道橋博士なんですね。この人たちはみんなあの関西であります。で、あとあのあまあこんぐらいかな。だから結構ですね、あと市川早苗さんが奈良です。なんか目立ってる政治家がですね、そして勢いのある政治家のリーダーはですね、東日本じゃなくて西日本なんですよね。で、これがどうなるか分かりますか。政治経済その宗教の中心として東西二極体制になるんじゃないかということで、大阪の方にはこれをとりあえず強調しようかなと。大阪の方じゃない人も見てますけどね、あのそういうことです。